お疲れ様です。定刻となりましたので第37回大都市制度特別区設置協議会を開催をいたします。まず定席数の確認ですが、本日は2分の1以上の委員にご出席いただいておりますので、協議会規約第6条第4項に基づく定席数に達し、会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。本日は大都市地域特別区設置法第6条第2項に基づき、協議会宛てに協定書に関する大阪府議会および大阪市会の審議の結果が知事および市長から通知されております。早速ですが知事および市長から受け取りたいと思います。それでは吉村知事、松井市長、前の方にお願いをいたします。ただいま知事および市長から審議結果の通知を受けましたので、この審議結果の内容について事務局に読み上げさせます。事務局よろしくお願いいたします。会長、政務局担当部長、江下でございます。吉田部長、はい、資料1の1とそれから資料1の2をご覧ください。大都市地域における特別区の設置に関する法律第6条第2項において、知事および市長は特別区設置協定書に係る議会の審議の結果を特別区設置協議会に通知しなければならない旨規定されてございます。で、この規定に基づきまして大阪府議会と大阪市会においていずれも承認になった旨、令和2年9月4日付の文書をもって知事及び市長からそれぞれ通知があったものでございます。以上です。続きまして大都市地域特別区設置法第6条第3項では、特別区設置協議会はすべての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、直ちにすべての関係市町村の長及び関係道府県の知事から通知を受けた日、つまり基準日を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知するとともに、当該特別区設置協定書を公表しなければならないと規定されております。そこでお諮りをいたします。すでに知事及び市長から通知を受け取りましたので、資料2の通り基準日は9月4日とし、直ちに大阪市選挙管理委員会及び総務大臣へその旨の通知をしたいと考えています。また特別区設置協定書の公表については、風刺の広報のほかに風刺のホームページで公表することとし、大阪市の24区役所、図書館、大阪市サービスカウンター、市民情報プラザ、不正情報センター、府民問い合わせセンター、情報プラザという府市の施設で閲覧できるようにしたいと考えております。以上のとおり基準日の通知および特別区設置協定書の公表を行うことについてよろしくお願いいたします。ご異議ございませんか。はい、ありがとうございます。それでは市選挙管理委員会と総務大臣に通知するとともに、ホームページの公表や区役所などでの閲覧により協定書を公表したいと思います。なお市選挙管理委員会についてはこの後17時、午後5時私から直接選挙管理委員会委員長宛てに通知を渡したいと思います。
それでは以上で本日の協議会を終了いたします。ありがとうございました。すいません、ただいまから手段を消します。質問は大都市制度特別区設置協議会に関してということでお願いいたします。質問は社名と氏名をお名乗りください。ではよろしくお願いいたします。朝日放送の渋谷です。与えまして今日結果を通知ということですけれども、それぞれ受け止めをお願いいたします。大阪府と大阪市の二次行政、これも解消して、責任の課題を解消して成長する大阪を作っていく、市民の皆さんの身近なところで住民サービスができる、そういった仕組みに変えていく、いよいよ最後市民の皆さんにご判断いただいているところに来ました。コロナの感染対策というのをしっかりやりながら最後の投票に説明を尽くすということをやりたいというふうに思います。もういよいよ今日今井会長から、選管に対して、日程を調整するようにということで、協議会の可決した文書が送られるわけですから、あとは今知事が言うように、コロナの対策は万全を期しながら、これは民主主義の根幹でもある究極の民主主義、住民投票によってもう本当に大阪の未来の形を決めたいと思っています。すみません、読売新聞ですけれども、維新の党の代表として松井市長にお伺いしたいんですけど、自民党の総裁選について、石破さんが長官、それから岸田さんが分断から協調へとか、それから、菅さんが安倍政権の継続というのを、挙げてますけれども、それぞれ野党の代表として、それどのように見られているか。これはもう自民党の皆さんが決めることですよ。我々は野党なんで、それも無責任な何でも反対の、とにかく何ていうのお金目当てというか、選挙目当てというかね、そういうこう野合の野党ではないんで、まともな野党としてどなたが、総理になられても是々非々で対応していきたいと思っております。中で菅さんが安倍政権の継続っていうのを堅持していくっていうことについてはどのように来られるんですか。それは総理を支える官房長官だったんだが、女房役の、それは総理を支える、官房長官が総理が体調不良で、辞任をされた、そういう状況の中で、安倍総理の女房役であった、菅官房長官が、その方向性を引き継ぐなんていうのはもう当然の話です。いやだって一緒にやってきたんだから、当たり前のことだと思います。ただ不思議なのは、自民党っていうのはほんますごいなと、ヌエみたいだなと思うのは、いや石破さんも岸田さんも大きい方向性は一致したからこそ与党の一員でやってきたんじゃないかなと思いますけどね。いやだからあまり大きく転換というんなら、いやそれはまあ与党としては与党の一員なんだからね。まあでもあれがやっぱり自民党の派閥の形が自民党の中での切磋琢磨を生み出すんだろうな。ああいうやっぱり ああいうこう戦いを乗り越えることでね、自民党というのは強くなるんだろうな。そういうのは野党としてやっぱり我々もね、やっぱり中での切磋琢磨というのはもっとやらないとダメだなと思いましたね。エリシです。改めて今回議決、
議決に関しては賛成多数ということでしたけれども、改めて住民投票に向けての自信といいますか、まあ、どのぐらいの可能性がこう賛成に回るだろうと。いや、もうこれは何度も言ってますけど、非常に厳しい、もう五分五分だ思ってます。まあやっぱり物を大きく変える時っていうのは人間非常に不安も抱くし、やっぱり一歩こう踏み込むということには躊躇することもありますから、そんなに有利だとかいう状況ではない。もうまさに厳しい五分五分の状況だと思います。ぜひでも市民の皆さんに判断いただきたいのは、要は未来に向けての大阪の形、自分の子供や孫、その時に、過去のね、もうはっきり言って都構想もそれ何度も言いますけど、これ100点満点っていうのは世の中ありえないことなんでね、それは一人一人いろいろと、思いもあるし、都構想にもやはり懸念されるところもあるけど、でも府市がバラバラでそれぞれ対立してた、メディアの皆さんから二重行政の弊害不幸せと揶揄された、その時代とどちらがマシでしょうか、どちらの方が未来の大阪を感じれるかということをぜひご判断いただきたいと思います。まあ、大阪をこれから成長させていきたいというときに、昔の府市の体制のがいいのか、あるいは府市を一つにして、まあ、強力な組織を作っていくのがいいのか、どっちがその大阪の可能性を引き出せるのかということだと思います。どっちも100点というわけではなく、市長おっしゃったようにというのはありませんから、どっちが可能性が引き出せますか、どっちが可能性が高いですか、僕は可能性の高いのに大国を生み出すべきだと思ってます。それはやはり新しい今年の二重行政、今まで随分これが大阪の成長を阻害してきた、ここはもう府民の皆さんも市民の皆さんもご認識されていることなので、これを一つにして新しい可能性の方に踏み出そうということを訴えていきたいと思います。ただそうは言ってもやっぱり今の現状、選挙が投票日が近づけば近づくほど人間の保守的にも出てますし、デマも出てくると思いますので、戦い投票としては非常に厳しい、投票になる、五分五分投票になるだろう、どっちかわからない投票になりますが、僕はやっぱり可能性の高い方に前に一歩前進していきましょうというのを訴えていきたいと思います。まあ、ただもう今日ここまで来ましたので、最終判断権者である住民の皆さんにご判断いただけるところまでまずは持ってこれたということもやっぱり非常に重要だと思います。途中で何度も壁ができて、そこにたどり着かずに終わるリスクがある中で、なんとか執念でここまで来ましたので、あと最後の一歩、本当に市民の皆さんに説明を尽くして、新しい大阪に向けての大工を踏み出しましょう、可能性のある方に大工を踏み出しましょうというのをもう尽くして、最後はもう市民の皆さんご理解いただけるようにやり抜きたいと思います。新聞の本部、普通に市長の100点満ではないということをおっしゃいましたけれども、まあ、今の大阪府、大阪市体制に比べて、まあ、大阪府、新しい大阪府特別区体制というのは、まあ、何点の出来に仕上がったというのか、知事市長経験されたら、合格点だと思います。これ何度も言いますけどね、制度に100点満点なんていうのは、日本で行政を動かすのに100点満点はないんです。要は納税していただいたお金のその税金の使い方を決めていくわけだから、それは各年代層によってもその税金の使い道っていうのはそれぞれ要望は違ってくるわけですし、それは100点満点はないけども、やっぱり二重行政と言われる、まあ、ちょうど僕は1960年代に生まれてるんでね、二重行政の弊害で、ずっとこう大阪の衰退を、まあ、特に、要は高度経済成長後、我々が大学出てバブルも崩壊した後も、非常に大阪の経済、そういうものに対して、二重行政の弊害がたくさん出てまして、
そのことで結局東京一極集中を許してしまった、うん、やっぱりこれをこの状態をやはり変えると、変えれる制度ということでは十分大阪の成長を担うための合格点を取れるんじゃないかなと思っています。まあ、同じなかなか難点というのは明確につけるのは難しいですけど、やっぱかつての大阪府と大阪市の関係は僕不合格だと思います。実際にそこで成長も阻害されてきたわけだし、福祉の体制ずっとやってきたわけだ、何点でもつけるのは難しいけど、やっぱり合格点に達しない制度でやってきた、これをなんとか合格点ぐらいまでは持ってくれる制度っていうのを制度案までは作れたというふうに思っています。あとはもう最後本当に市民の皆さんに説明を尽くして審判を仰ぐということでやりたいと思います。毎日新聞の中です、日程についてなんですけれども、日程について、投開票日の日程についてなんですけれども、今のところ11月1日ということで、判断のところ、変わりないかというところと、あとその、告知日の10月12日というところなんですけれども、それまでに一旦その11月1日で決まるということはあるんでしょうか。そのとりあえずまずは10月1日ということで決まってから、まあ、その後の判断次第、状況次第によってまた判断をされるというか、そういう流れでよかった。それで結構ですよ。これコロナの状況もあるし、やはり選挙やるなら 一度で、ね、今国の状況も、ひょっとすればひょっとするという話も出てるわけだから、これは経費のことも考えてマンパワーを考えても総選挙がもしあるなら1日で済ました方がね、これはいいですし、だから今のところはそういう各コロナ、それから国の国会の選挙の状況、解散総選挙も見越す中で、まだ少し考えれるというか、まだ変更の余地はありますから、そういうものをもうそういうことも考えながら日程を調整していきたいと思います。関連しまして10月25日に集計がなった場合も松井市長としては、まあ、前倒していただきたいということをおっしゃってきましたけど、そしたらこれが仮に18日とかになった場合というのはその辺とかいかがでしょうか。いや、それはもう物理的にできないことはできません。こっちもやっぱり選管の準備もあるわけだから、だからこれまだ決まってませんけども、我々は最大限努力はしていくと、こう余分な経費や無駄が出ないようにね。だけど物理的にできないものをね、言われても、これはその時はもう仕方がありません。でも今可能性が、そういう可能性出てきてるんだから、そこは、できる限りの努力をしていこうということです。市長としても前出しできるとしても、せいぜい1週間ぐらいだろうと。いや、それはいつの時点でね、正式な日程が決まるかですよ。これ分からないから、まだ関連して菅長官がテレビ番組で、まあ、解散について、コロナの状況次第だろうとおっしゃってましたけれども、その点に関してはどう捉えられる。まさにそういうことなんでしょう、コロナの状況次第、それから、これまだどなたが総理、総裁総理になるか決まってませんけども、やっぱりそれは、新内閣ができて、その内閣の中でさまざまな協議もしながら新総理が決断されると、こういうことだと思います。吉村知事、もし今日のコロナの感染者の数を分かってましたか。いや、もう今日は880万訓練からずっと出ずっぱりなので、聞いてないです。内容でしたらこれにて終了させていただきます。ありがとうございました。